という町を焼き尽くした。だがある日突然、挙兵海賊団は2人の船長を失い伝説となった。その折トップを失い油断した残党が数名、海軍に捕まりあわや処刑というところに。お待ちなさい、処刑をお待ちなさい、天が和解を求めています。さすらいの美しきシスターは現れた。名をシスター・カルメル。天が和解を、何を言っている。こいつらが今まで世界に与えてきた恐怖は。ならばこそよ、なぜわからないの。その者たちを殺せばエルバフの戦士たちは軍をなし、人間たちに復讐を誓うでしょう。罪を許しなさい。私が導きます。この世のあらゆる種族が手を取り笑い合える世界へ。カルメルはやがてマザーと呼ばれ、身分種族を問わず行く当てを失った子供たちを受け入れる羊の家という施設を開いた。巨人族と人間との交友の架け橋となりながら。それから37年後、マザーカルメルはリンリンと出会った。もう大丈夫よリンリン、ママたちが来るまでみんなで仲良く暮らしましょう。迎えになんか来ねえぞ、お前は捨てられたんだ。ここにいるのはみんな個性的な子たち。親が見放すレベルのな。すぐに仲良くなるわ。うん、ありがとう。お腹すいちゃった。でけえなお前。